そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田、その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆にせわし近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、道島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。Yeah!